フリソデウオカは赤万棒目に分類される魚類である。英語ではリビンフィッシュと呼ばれ、和名と同様にスリムで帯のような形態から名付けられた。普通深海に住むため生きた姿を目撃されることは滅多にない。長くて平たいテープのような体、短い頭、小さい口、貧弱な歯等の身体的な特徴から見分けられる。長い背びれは背中のほとんどを覆っており、 尻びれは持たない。尾びれはないこともあるが、ある場合には二つのひれ状の束からなり、その内上部のものは長く、髪型を向いている。胸びれは小さく、腹びれは数本のひれ状からなる場合もあるが、一本の長いひれ状からできていることもある。側線に沿って棘があり、皮膚には多数のコブがある。振袖オカの魚は深海魚が持つ性質を全て備えている。 特にヒレや、それにつながる膜は、非常に繊細でもろい。若い個体では、ヒレ状は、非常に長く、付属期間がついていることもある。標本は、大西洋、地中海で採集されているほか、ベンガル湾、モーリシャス、太平洋でも見つかっている。大西洋産の標本は主に、アイスランド、スカンディナビア、オークニー諸島、スコットランド等で採集されたものである。北。 大西洋の種は、英語では、ディールフィッシュ、アイスランド語では、バグマール、スウェーデン語では、バグマーとして知られ、長さは1.5メートルから3.5メートルである。陶器には強風に乗って海岸近くまで打ち寄せられることもある。例えば、酒頭は、台湾の根底海岸で2007年11月に、生きたまま発見されたが、側部に10センチメートルほどの傷を負っており、 深海に戻された。台湾では、酒頭は海底の変化を敏感に感じ取る能力を持っており、大きな地震の前触れとして現れると信じられており、地震魚と呼ばれている。天外旗フィッシュブイスによると、山俗十種が存在しているとされる。ありがとうございます。